さとみさんは軽く気を失ったのかもしれません。そして、すすきのさんがその場から逃げ出した後、そこに梅村ゆり子さん、あなたがやってきて。ロビーのショーケースから盗み出しておいた桜パサージュがさらにかかります。